10月25日第12回全国障害者スポーツ大会岐阜清流大会で2年ぶり6度目の優勝を果たしたソフトボール岡山県代表チームが県庁に石井知事を表敬訪問しました。岩藤監督が戦績を報告し選手を紹介すると、石井知事は6度目の優勝はまさに快挙で県民に夢と感動を与えていただき感謝申し上げます。皆さん方の団結力と粘り強い試合展開が今回の優勝につながったと思います。大会の2連覇を目指してこれからも練習に励んでくださいと述べ、記念品を手渡しました。主将の竹内輝夫選手からは、優勝に向けてこの1年間練習を積んできました。この感動をチームメイトとともに来年も味わうため、これからも頑張りたいと思いますと今後の抱負と感謝の言葉が述べられました。